高校生の皆さん、こんにちは。私は山口大学理学部地球圏システム科学科の太田といいます。今日はこのビデオを使って地球圏システム科学科の紹介をしたいと思います。地球圏システム科学科とはどういうことを勉強する学科でしょうか？ここに地球の絵が出てますね。私たち地球圏システム科学科では、地球の過去、現在、そして未来を考えるということをやっております。この勉強の中のキーワードですけども、地球環境、それから鉱物資源探査、自然災害であるとか防災、地震や火山、化石、地球の歴史、こういうものをキーワードとして、地球の過去、現在、未来を考えているということになります。先ほどのスライドで、地球の過去、現在、未来を考える、そういう勉強をしていると言いましたけれども、ということは、この絵で見ている地球が、こういう広がりを持っているわけですけれども、その広がり、こういう縦横深さ、XYZ とか言いますよね。それに時間軸、タイムを入れて、いろんなことを考えているということになります。このような4次元の科学というふうに、この地球科学というのは言われていて、私たちの分野では、その地球科学の中でも、こういう4つ、ここに書いてありますけども、4つの分野に大きく分けて、それぞれの先生が研究をしています。1つ目が岩石学ですね。これは地球の地殻であるとか、その内部、地球の内部の岩石の形成、どんなふうにしてそういう岩石ができているのかな、地殻ができているのかなっていうような勉強をしています。それから2つ目が地球進化学ですね。これは地球は46億年という歴史を持っていますけども、その46億年の中で、どのように地球が進化していって、地球の環境がどのように変わっていったのかということを解明するということをやっていますね。それから3つ目として、下に書いてあります鉱物資源化学という分野を研究している先生もいらっしゃいます。鉱物、あるいは資源というところですけれども、鉱物の中にいろんな金属元素がありますので、それが資源になりますが、その鉱物がどのようにしてできたのか、成長と書いてありますけれども、そういうような鉱物がどのようにできたかということと、そういう鉱物ができるためには、いろいろな元素が循環してですね、地球の中を循環して、その鉱物の方に入っていくわけですけれども、そういう物質の循環を研究している。さらには、その鉱物が集まってですね、やっと集まって、いろんな有益な元素が集まることによって、資源になるというわけですけれども、その資源がどのようにして、資源として成り立っているのかというようなことを勉強している先生たちもいらっしゃいます。さらに右の方に書いてある応用地球科学ですけれども、これは主に現在のことを考えていますね。現在の地球の環境がどうなっているのか、それから昨今、地震であるとか、気象変動による大雨なんかもありますね。それによる災害というものを非常に皆さん心配しているわけですけれども、そのことに関して、なぜそこで災害が起きてしまうのか、どういうような条件で災害が起きるのかっていうようなことを勉強している。あるいは、その人間が地球の上で住む上で、あまり公害とかあると非常に困ってしまうわけですけども、そんな環境の話を勉強している先生たちもいらっしゃいます。はい、じゃあ地球圏システム科学科に皆さんが進学したら一体何をするんだろうということを少し説明していきましょう。地球圏システム科学科、地球のことを勉強するという学科になりますので、実は地球を見に行きます。1年生から野外に行って、もう教室だけではわからないのでね、野外に行って、さまざまな地球の岩石であるとか、地層を見に行くということを1年生からやります。非常にそれが特徴になっています。
これ秋吉台ですね。これ秋吉台を行って、いろんな見学している風景がここに映っていますね。はい。先ほど、地球研システム科では、野外での実習がありますよということを言いました。1年生から行きますよと言いましたけども、どれぐらい行くんでしょうか。まず1年生では、すべて日帰りですけども、5回ぐらいの野外実習っていうのがあります。5回、1日かけてですね、山口県内の地層、岩石を5回見に行きます。さらに2年生でもやはり日帰りが5回、さらには1泊2日で見学に行く、実習、野外実習に行くっていうのを2回行っております。さらに3年生になると、だんだん本格的な野外実習というのが始まってきまして、3年生の場合には、通年ですと1週間合宿のスタイルで2回野外調査に行って、地質の勉強をしているというようなカリキュラムがあります。そして4年生になると、これは大体1人で、皆さん実習していくわけですけれども、卒業研究ですね、それを行っていきます。これも多くの卒業論文を履修している人たちは、野外で調査をベースにするということが多いですので、野外に調査に行って研究を進めていくというのを4年生の時に行います。このように、この山口大学の地球圏システム科学科は、他の大学にはあんまりこのような、こんだけ実習をですね、たくさんやってる大学は非常に少なくなっています。で、このような実習を重視したプログラムを地球圏システム科学科では進めています。非常にここが私たちのこの地球圏システム科学科の特徴になっています。先ほど2年生の野外実習で1泊2日が2回ありますよと言いましたけども、そのうち1回は山口県を出て中国から四国横断準研というのをやっています。右上の方にちょっと小さくて見にくいかもしれませんが、地図がありますね。地図の左の方に柳井港というのがあります。これは山口県の南東部にある港ですけども、その辺、その辺り、ストップ1と書いてありますけども、そこの、地質を見た後ですね、柳井港からフェリーで、真ん中の方に三津浜港というのがありますけども、これ愛媛県ですね。ここにずっとフェリーで向かってですね、あとは四国の、北の方ですけども、四国の北の方の複数箇所をみんなで見学して、地質の勉強を行っていくという準研を行っています。写真がいくつかありますね。左上は皆さんの、これ何年か前か忘れましたけども、集合写真ですが、左の真ん中下、それから右下の写真は、こういうような崖とか、こういうの露頭と言いますけども、そういうのを見に行って、勉強していくわけですね。特にこの右下の写真は、地層が曲がっているのがわかりますかね。なんかしましましてますよね。崖がね。これが、しましまが少し曲がっているのがわかるかと思います。こういうような地層が曲がっている様子。じゃあ、これはなんで曲がってるんだろうっていうようなことを考えながら、こういう露頭というものを見学していくというような準研を行っています。先ほど3年生の時には、1週間の合宿を2回やる野外実習がありますと言いましたね。どのようなことをやっているかというと、これは先ほどの2年生の準研、1泊2日の準研、集合写真があったように、みんなで行きます。ただ今回のこの3年生の野外実習は、1班、4、5人のグループで、ここに書いてあるように3キロかける3キロぐらいの範囲を、そのグループで、調査をして、地質を、調べていくということを行います。で、これは1週間2回、春休みと、秋休みっていうんですかね、夏休みの終わりの方ですかね、その間に1週間ずつ2回、
みんなで、合宿生活を行いながら実習をしていきます。で、これ毎日ですね、野外に行って調査をして、宿に帰ってきてグループで、まとめて、その日の結果を整理していくということをやっていきます。で、さらに整理した結果をまた持って帰って、大学で毎週1回、みんなで集まって、データの整理、あるいは持ってきた現地の調査で、岩石の資料ですね、石を持って帰るんですね。それをいろいろ加工してですね、観察して、どんな岩石がどういうふうに分布しているのかというのをまとめていきます。そして最後は、グループで協力して、右下にありますね、発表をしている様子が映っていると思います。このように大勢の前でグループで、みんなで、発表をしていくというようなことをやっています。これが3年生の野外実習になります。合宿生活、ちょっと大変かもしれませんけども、左下にありますけども、多くの宿では非常に美味しいご飯に恵まれます。それで、楽しい食事も待っているというような実習になりますね。それでは続いて、地球圏システム科学科のいろんな施設の特徴というのを説明していきましょう。ここに示しているのは、地球圏システム科学科にあります、標本室の写真です。これ理学部のホームページからでも、この地球科学標本室、ゴンドワナ資料室っていうページがありますので、一度覗いてみていただければありがたいんですけども、非常に多種多様の岩石鉱物をコレクションしています。それも非常にきれいに、皆さんが見やすいように整理して飾っておりますので、ぜひですね、入学あるいは入学前にも来ていただいても構いませんけども、事前にですね、連絡いただければ見ることができるかと思いますので、こういうような非常にこの充実したコレクションがあります。これを使っていろんな特徴ある岩石っていうのはどういうものかっていうのを勉強することができるようになっています。はい、施設の中でも顕微鏡、こういう岩石を見るときに、岩石を薄くしてですね、光を通すぐらいまで薄くして、それで顕微鏡、偏光顕微鏡というものを使って岩石っていうのは鉱物もそうですけども観察していくわけですけども、それが各学生さんに1台ずつこう顕微鏡があります。で、それを実験の時に使って、いろんな実習を行っていきます。で、こういう実験ではですね、実験実習では一人一人こういう偏光顕微鏡を覗いて、自分で覗いてですね、観察を行ったり、あと機器分析なんかはちょっと一人一台というわけにはいきませんけども、そういうこともグループでやっていくということができます。例えば右下だと、こういう岩石の破壊試験ですね、こういう破壊実験をグループでやってデータを取っていくっていうようなことを勉強していきます。で、このようにデータを取ってどのように考えていくのか、実際のものを使ってですね、実験あるいは実習をしていくというのが、私たちの地球圏システム科学科の一つの特徴になっています。はい、ここからは少し教育のシステムという話をしていきたいと思います。なんかちょっと小難しい話になるかもしれませんけども、非常に大切なお話ですので、聞いていただければと思います。教育システムって難しいことを言っていますけども、皆さんが地球圏システム科学科に入学されたら、どういうふうにした、どういうようなルートがあるのかなというようなお話です。地球圏システム科学科は3年生からここに書いてあります地域環境科学コースと環境物質科学コースの2つに分かれます。で、これは自由に選択することができます。で、これは後でちょっと説明していきますけれども、双方それぞれ特徴があってですね、就職なんかも考えて、その先の進路にも関わる重要な選択になります。これが2年生から3年生になるときに自分で決めて
コースに配属、回コースの方を決めていくことになります。で、これは特にこのコースで定員が決まっているわけではないので、月々自分の希望のところに行くことができます。このコース分けというのは非常に重要ですので、よく考えて、1年生、2年生の間の授業を聞きながら、よく考えて選択してほしいなと思います。それでは、この2つのコースについて少し説明していきましょう。まず、地域環境科学コースですけども、これは別名、ジャビー認定コースと言っています。これ、ジャビーって知ら、ちょっとわからない言葉ですよね。これは、また、後で説明していきますけども、ここではですね、このコースはですね、地質技術者の養成と書いてあります。地質技術者というような、地質の調査を仕事にしている技術者っていうのが世の中にたくさんいらっしゃいます。で、どういうことをやってるかというと、その地質技術者っていうのは、自然災害への対策、あるいは地下の利用、資源開発なんかを仕事にして、活躍されている技術者を言います。で、この地質技術者で活躍するためにはですね、後で説明しますけども、技術士という資格が必要になってきます。で、この地域環境科学コース、俗称ジャビ認定コースではですね、この技術士を取るために、その前段階で必要になってくる資格、技術士補と言いますけれども、その資格を、このコースを卒業すると取得できます。で、このコースに行くと、卒業と同時に、技術士補という資格が取れますので、その後就職してからもですね、非常に有利なコースになっています。で、一方で、環境物質化学コースというのは、この地質技術者だけではなくてですね、この地球圏システム科学科で学んだですね、幅広い理系の教養と、当然地球圏システム科学科ですから、地球科学に関する様々な知識をですね、使って社会で活躍していこうという学生さんがこちらに進まれて、教員であるとかですね、そういうところで活躍されている学生さんを、学生さんになっていただくというようなコースになっています。はい。地球圏システム科学科で取得できる資格等をここに示してあります。教職の課程を取らないといけないですけども、中学校の教諭一種免許、それから、理科ですけどね。で、それから高校の教諭一種免許、これも理科です。これが取ることが可能です。で、さらに先ほど言った地域環境科学コースでは技術士補の資格が取ることができます。さらに当学科のカリキュラムを終えた場合には技術士補を申請によって取ることも可能になります。さらに学芸員の資格もその学芸員になるための授業というのが必要ですので、その授業を別途取ることによって学芸員の資格も取ることができます。はい、先ほど地域環境科学コースのところでジャビー認定コースと言いました。ジャビー認定って何でしょうかということですけれども、このジャビーというのは、ここに書いてありますよね、日本技術者教育認定機構という、正式名称を、これをジャビーと略していますけれども、そういうこの認定機構の、認定を受けたカリキュラムを行っているコースということになります。このジャビーの認定コースというのはどういうことかというと、この国際的な基準、国際的にですね、一定基準のちゃんとした地球科学に関する教育をしていますよというようなことが認められたコースになります。この右に認定証というのがありますけれども、こういう認定証を受けていて、さらにこれは6年に1回、継続の審査を受けています。で、現在も継続の審査を受けていて、2004年からですね、ずっとこのジャビーの認定コースということで、認定を受けて、国際基準の地質科学に関する教育を行っているコースになります。
これまでは教育に関する、システムというか、そういうことをちょっと説明していきましたけれども、ここから少しまた研究に関するお話をしていきましょう。卒業研究からですね、大学院に進んで、最先端研究を取り組むことができます。研究室の配属というのがまずスタートですね。研究室の配属は地球建設専門科学科の場合には3年生の後期から配属になります。で、先ほどから言ってます4つの分野、大きく4つの分野、先生が11人いるわけですけれども、その興味の持った分野、4分野のですね、それぞれまた自分のやりたいことをやってるような先生のところにですね、配属されることになります。これもよくこの先生にですね、どういうことをやってるのかっていうのを聞いてですね、自分のやりたいことと一致している先生のところに配属を希望して、いろいろ相談するのがいいかと思いますので、授業を聞きながらですね、特にその先生の授業を聞いてですね、先生が何をやっているのかなっていうのをよく聞いて考えて、配属を決めていただければなと思います。学部の大、大学の学部の3年生の後期から研究室に配属されて、4年生で卒業研究を行いますね。で、大学院に行って、最初修士という課程になりますけれども、そこで2年間ですね、さらに最先端研究に取り組むことができます。人によったら左上にあるような船に乗ってですね、海洋掘削に同行してですね、その掘削された資料を使って研究している学生もこれまでもいっぱいいます。さらに左下のような高度な分析機械を使って、いろんな地球の岩石あるいは鉱物の分析を行って、その成因を解明している学生さんもたくさんいらっしゃいます。当然、右のようにですね、野外調査に行って、ちゃんとって言ったらあれですけどね、野外調査で重視して研究を進めていく学生さんもたくさんいらっしゃいます。で、こういう学会の発表なんかもですね、大学院生の場合には、大体毎年発表しているかと思います。で、優秀な成果を出してですね、この真ん中の写真のように表彰される大学院生もたくさん出ています。で、修士終わったらその後ですね、博士課程の方にぜひ皆さんもね、行って、その研究者というのを目指してみていただければなというふうに思ったりしています。これまで教育と研究の話をしてまいりました。じゃあ、この地球圏システム科学科を出た後ですね、どのような進路があるんだろうかということですけども、こういう、地球のことを勉強して、どこに行くんだろうって、非常に、地学には興味があるんだけども、将来が不安だななんて思ってる、皆さんもいらっしゃるかもしれません。全くその心配はありません。ここに書いてあるようにですね、学部の卒業者の4割は、4割から5割が進学していますけれども、その就職する人の最近はですね、ここ22%ですけれども、最近はもうちょっと増えているんですが、専門職といって、地球科学系の専門の仕事、先ほど地球、地質技術者、技術を取った技術者と言いましたけれども、そういうようなところが、そういう人たちがいっぱいいる会社があります。これを地質コンサルティングの会社と言いますけれども、比較的たくさん日本でも会社があるんですけれども、そういうところによく就職されています。で、大学院のこれ博士課程前期と書いてありますけども、これ修士と同じです。そこを、修了するとですね、8割以上の、修了生がですね、この地質コンサルティングがメインな専門職というところに就職されています。で、こういうような地質コンサルティングの会社というのは何をやってるかというと、地質に関する専門家の集団です。で、その地質に関する調査、分析を行って、それを報告し、さらに提言を出していくと。
というような人たちですけれども、そういうところに非常に就職していて、現在もですね、そのまだコロナ禍が続いておりますけれども、なかなか就職が難しいというふうに言われている時代ですが、このチスコンサルティングの会社というのはですね、実は非常に行政と防災の仕事、あるいは建設関係の仕事が多いので、行政からの仕事というのは非常に多い。さらに、災害対応というのが、最近災害が多いものですから、たくさん仕事があるものですから、人手不足という状態になっています。そういう意味では、非常にこう現在も就職の率っていうんですかね、それは非常に良くてですね、こういうチスコンサルティングの会社の、それも大手の会社に、ここの地球圏システム科学科を出た学生さんがたくさん就職しているのが現状です。はい、地質コンサルティング会社というようなことを言いましたけれども、地質の、専門職の方がどのような活躍をしているかというとですね、左上にあるような、これ、建設現場の話を書いてありますけれども、トンネルを掘るときにですね、トンネルって地面の中ですから、地質のことがわからないと上手に掘れないんですね。その上手にトンネルを掘って、上にあるような、これ新幹線のトンネルの入り口ですけれども、こういうような新幹線の路線、あるいは高速道路の路線、それを上手に作っていくために地質の技術者というのは非常に重宝されます。で、そういうところで活躍される。あるいはこういうトンネルの小口のところなんかも、斜面がありますけれども、そういうような災害が起こらないように防災の対策を行うための計画を作ったりするのも地質技術者の仕事になっています。さらには資源系の資源というのも地下に埋まっていますので、資源系の会社に行く卒業生もたくさんいて、レアアースであるとか鉱石、あるいは石油、石炭、天然ガスですね、そういうエネルギー資源、さらにはシリコン、金といったような、こういうデバイスに使うような貴重な資源のですね、そういう探査とかですね、そういうものを行っている会社に非常にたくさん就職しています。で、この時に重要になってくるのが、いずれの分野でも技術士、そういう技術士の資格が必要になってきます。この技術士を取るためには、まずは技術士法というものを取らなきゃいけないんですが、先ほど言いましたように、地球圏システム科学科の地域環境科学コースでは、この技術士法というのが卒業の時に取ることができるわけですね。左の欄を見ていただくと、技術士への近道と書いてありますけれども、先ほど言いましたように、非常にこう専門職に就いたときにですね、重要な資格になる技術士を取るために、技術士法というのを取らなきゃいけません。で、地球圏システム科学科の地域環境科学コースを出るとですね、ここの本学科と書いた矢印を見てもらうと、通常の場合、左側の通常の場合っていうのは、緑のところで一次試験って書いてありますね。この一次試験を通らないといけないんですけども、これが非常に難しい。ところが本学科ではこの一次試験が免除になって、一次試験なくして技術士法ということが、士法が取れます。で、技術士を取った後、通常の方は一次試験を通ってやっと技術士法になれるわけですけども、本学科の地域環境科学コースを出ますと、それだけで技術法が取れて、その後、実務経験、これはもう一緒ですね。実務経験をある程度積んでですね、これは実務経験の中に大学院も入りますので、大学院にもぜひ進んでいただきたいなと思いますけれども、その後、二次試験というものを受けて、技術士になるわけですけれども、そういう意味では、技術士になるためには、やっぱり本学科の地域環境科学コースで技術士を取るのが最短の道であると。で、さらに大学院も行くと、その大学院も実務経験に入りますので、非常に有利な状況で技術士の試験を受けることができるようになります。で、このような技術とか取るために地球科学のことをすごく勉強してないといけないんじゃないか。
高校で今、なかなか地学というものが履修できない状況ですけども、それで大丈夫ですかっていうような心配をする方もいらっしゃるかと思います。でも、全く問題ありません。1年生でですね、地学の基礎を学ぶ授業をちゃんと作ってあります。で、地学というのはですね、地球科学というのは、実はいろんな、この地球物理、地球科学、古生物などありますけども、それはそれぞれ物理であると科学であるとか生物の知識っていうのが非常に重要になってきますので、高校では他のこの理科の科目をちゃんと習得してですね、さらに、自分でちょっと地学の勉強も少ししておくぐらいで大学に入って、私たちのこの地球圏システム科学科の入ってからですね、地球科学のことを学び始めても大丈夫ですので、安心して進学していただければいいかなと思います。はい、以上で私の方から地球圏システム科学科の説明は終わりになります。非常に楽しい、こういうようにみんなでね、準決に行ってはこういう集合写真を撮って、これも集合写真みんないい顔してますけども、このみんなで調査をやってですね、同じ、ご飯を食べて、いろいろ議論をしてですね、話していくと仲が良くなるんですね。こういうような楽しい学科でありますので、ぜひですね、ホームページも参考にして、当学科のですね、雰囲気っていうのを見ていただいてですね、進学を考えていただければいいかなと思います。もし質問等ありましたらですね、私宛のメール、ここにアドレスが書いてあります。ここにいつでも、メールいただいて、質問いただければと思います。私の方で、答えれるところは可能な限りお答えしようと思いますので、ぜひ質問等メールを送っていただければと思います。ぜひまだ地球圏システム科学科にへのですね、進学を考えていただければ幸いかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いできることを楽しみにしております。どうもありがとうございました。